魏公の位を受けた曹操は国力を安定させることに成功。漢中の馬超らも倒し、北方の支配を固める。赤壁で受けた傷を癒しつつ再度の南進に備えていた。一方孫権は劉備と盟を結び、天下への夕日の気を探っていた。だが孫吾が得たはずの慶州を劉備が奪ったことで関係は悪化。孫劉同盟には早くも亀裂が入る。その劉備は慶州を足がかりに劉将を治める覇蜀の地へと遠征。悲願であった自らの国をついに得た。北の曹操、東の孫権、西の劉備。ここに魏、呉、蜀、三国鼎立の世が訪れた。魏の置かれている状況は決して楽観視していいものではありません。西に益州の劉備、東に江東の孫権、そして南に慶州の関羽。どこかを攻めればどこかに攻められるでしょう。うん、だが動かねば乱世は収められん。攻めれば攻められるならば攻めねばいい。猛徳、奴らはさておき、益州の北、漢中はどうだ？漢中ってと長路か。劉備たちに比べりゃどうってことねえ相手だな。とに、なんで今ここで長路なんだ？漢中？なるほど、漢中か。いいですね、加工トン殿。漢中を制すれば、益州の劉備への抑えにもなります。よし。迅速に漢中を取るために戦力を集中させる。ですが殿、それじゃ結局東に背を向けちまいませんか？漢中を攻める間に合併を突かれたりしませんかね？それも考えてある。学信、利天、息の合うお主らならば孫吾の軍を退けられよう。合併の守備引き受けてくれるな？そう来ると思ってましたよ。合皮は俺たちにお任せを。利天殿の足を引っ張らぬよう奮戦します。うん、任せたぞ。そして長領、お主を合皮防衛の大将に任ずる。利天と学信をうまくまとめ、孫吾を退けてくれ。承知しました。長文言、神明をとして合皮を堅守しましょうぞ。ああ、そうきますか。これはちょっと予想外だったわ。三人にはすぐに合皮へ立ってもらう。残りの者は天水へ向かえ。速やかに長老を倒し、漢中を掌握するのだ。やっと漢中に着いた。おいおい、なんだ息子、もうへばってんのか。こっからが本番だってのによ。やはり孫吾の大軍が合皮に侵攻したようです。長領らがやすやすと負けるとは思わぬが、大軍となれば楽観はできぬか。援軍を出した方がよかろうな。だがどこから援軍を出す。巨匠周辺の兵は動かせんぞ。
満朝、慶州はどうだ。関羽が孫悟と連携する気配はあるか。いいえ、慶州に目立った動きはありません。劉備は覇食の統治に専念しているのでしょう。また劉備は孫権からの慶州返還の要請を断ったようです。まあ初めから返すつもりはなかったのでしょう。孫悟と組みつついいように利用するとは、劉備の軍師諸葛亮とはとんだ食わせ者ですね。うん、慶州が膠着しているのであれば、いくらか孫悟の方へ兵を避けるか、巨匠に伝令を出し合肥への援軍を編成させよう。我々はこのまま長老を打つ。合肥の動きは結果としてなおのこと、この漢中を抑えることが肝要であると示した。漢中は覇食の地から長安へと抜ける道、東西の戦線を安定させるためにもこの地はわしが掌握せねばなるまい。ですな。んじゃちゃっちゃと長老を倒しちまいましょう。あよよし、ちゃっちゃと漢中を取っちまうぞ。私の背中を見とけよ。父さんこそ俺の活躍を見逃すなよ。長老を倒すのは自慢の息子かもしれないぜ。実は折り入って頼みがあるんです。聞いてもらえませんかね。二つ返事で引き、敵の要衝は内心って評判。形勢次第では楽にこっちへ寝返るだろうよ。バカな傭兵感が。
傭兵団という要所を抑えられた。これで戦は有利に運ぶぞ。この勝利の先に平和があると信じます。さすがの腕前です。何、この要所が落ちてしまったのか。やはり魏軍に勝てる見込みなどないか。なんとか魏の将に接触できないか。そうすれば寝返りの三番別れの歌を紡ぎましょう。王陛下が落とされた。嘘だろ。やっと戦線を突破できましたな。いざ進軍を開始いたしましょう。よし、自分はこの道を使って艦中に進む。敵陣まで一気に駆け抜けよう。戦闘名は譲らぬ。必ずや守り抜いてみせる。務めを果たせぬとは、長老殿、申し訳ございません。戦闘団を抑えた。この要所を取った意義は大きいぞ。この勝利の先に平和があると信じます。軍団だけが孤立してしまったか。それがしは一人になろうと最後まで戦うのみ。天道山が陥落しただなんて、もう勝ち目はないんじゃ。艦中を守るため戦わねば。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。いいものを見せてもらった。新たな着想を得られそうだよ。よし、直ちに守備配置につけ。
来る戦闘に備えるのだ。もはや抵抗はせぬ。どうか神には手出ししないでいただきたい。やったな父さん、これで艦中は俺たちのものだ。あやっ、ご苦労だったな息子よ。いい運針だったぞ。曹操殿、それがしへの寛大なる処遇、新人の謝意を表する。されどならばこそ問わせていただきたい。なぜ二度までも刃を向けたそれがしを救われる。戦は天下から絶やさねばならぬ。だが天下から人を絶やしてはならぬ。お主ほどの優勝失うはあまりに損失よ。明快な答えに感謝する。またそこまで評していただき公人の極み。宝徳よ、時代は今激動の時を迎えておる。わしはここを乗り越え乱世を収束させねばならぬ。そのためにお主の力を貸してくれぬか。承知した。今それがしはこの姓に新たな意義を得た。法令面以後は曹操殿の先兵として働かん。うん、頼みにしているぞ。父よ、艦中は完全に掌握した。この先はいかがされる。将兵に余力がある今ならば連戦も可能かと。うん、だが兵站の維持は厳しかろう。現状長安からの移送に頼るしかないのだからな。恐れながら申し上げます。お主は千葉忠達です。劉備は覇色の地を得てから日が浅く、領内を掌握しきれていない状況です。このまま余勢を借り覇色益州へ攻め込むべきかと。お主の言には一理ある。今ならば劉備の首に手をかけることもできよう。だが慶州には関羽、合肥には孫権がいる今、これ以上踏み込めば必ずや後輩を疲れよう。これはわしらに限った話ではない。劉備と孫権もまた同じ思いをしておろう。この三者、三国の関係はそういう性質のものよ。ならばこそ決着を急がず三国の均衡を崩すことが先決と。失礼、千両申し述べたことご容赦ください。構わぬ、今後も存念は何なりと申せ。艦中には維持に必要なだけの兵を残し、残る軍は東の合肥の戦線へ向かう。士官、全軍に通達せよ。